2013年に CNS 版ということで、うん、まあ、再演ということにはなりますけれども、本当に細かい部分ですが少しずつ修正が入りまして、司教が、マルジャンを助けるわけですね。司教のところから2つの食材を盗むわけですけども、その時にこの食器くれたというか、その後に司教がそうです、これはもちろんバルジャンが盗んだわけですから、嘘だということですが、ほんの些細なことなんです。ここで一瞬伴奏がアカペラになります。この食器くれたというかそうです、この司教の一言がものすごく大きな一言に聞こえるように、この司教の存在がまた見えてくるし、まあ、バルジャンがその時どういう表情をしているのかっていうことも一瞬こう伺えることができると。でさらにあの話が前後してしまうんですが、彼が、この世の中はもう本当に自分が想像してた世の中と違う、自分の気持ち、うん、そうだのないこのまみれだ、今まではさあ入りなさい、彼の元に行った司教はスッと言葉をかけたんです。今度は泥まみれだ、さあ入りなさい、これだけの違いでも随分その空間の中で二人の表情というかやり取りが見えてくる部分があったりして、実はですね、今のところはもともとあった音楽だったんです。その改訂版の時にちょっとスピーディーにこの芝居を進めてみようかという、そういうアイデアがあって、それをやっぱりそこはそのシーンとしての存在をね見せようということで、カットされていたものが復元されたわけですね。だからそういう部分も再演が行われるごとにいろいろ考えられて、その都度行われているわけですね。ファンテーヌという女性が、工場を追い出されて、自分はこの先どうなるんだろうというところで、昔のバージョンを弾きますとですね、昔は男も甘い言葉囁いたわ、それが今回は工場を追い出されました。昔は男も甘い言葉囁いたわ、恋に酔いしれてた世界は歌、歌にときめいた夢だわ、さらにアカペラ、もう今は、つまり彼女の気持ちを正確に、あるいは赤裸々にというか正直に話すには、こういうアレンジ上のこういうリズムですけども、それも必要ないんじゃないかと。時間があればもう全てをご説明したいんですが、こういうような改訂が数多く行われました。